マリクイブラヒムの墓、1900年頃撮影。マウラナマリクイブラヒムは、ジャワにイスラームを伝えた9人の聖者の一人。スナングレシックスナングレシック、カケ、バンタルコケックバントルとも呼ばれる。スナングレシックは損傷で、イスムは、イブラーヒームという。出自は明らかでないが、ジャワ島の外の生まれであるというのが通説である。14世紀前半に生まれたと考えられている。 ババット・タナハ・ジャーウィーや、その他の文献において、イブラヒムは、複数の呼び名で研究される。JJ メインズマによる、前継書のジャーウィー文字から、アルファベット文字への転写では、イブラヒムは、マクダム・イブラヒム・アズ・サマー・カンディとされ、これに基づくと、サマル・カンド出身とも考えられる。しかしながら、別の資料に基づくと、アスマラ・カンディなる人物は、16世紀に、ジャワへ来て、 トゥバンに葬られた別人である可能性がある。イブラヒムがペルシアのカーシャーン出身とするのが最も一般的な説である。これは JP モケットによるイブラヒムの墓の悲鳴の検証によっても支持された。最も一般的な説では、イブラヒムは父のシャイフ・ジュマディル・クブロシエック・ジュマディールク・クブロは、クブロ兄のマウラ・ナイス博とともに、 ペルシアからジャーに海を渡ってやってきたとされる。また、一族は、フサインの血を引くサインードである。そして、父のクブロは、ジャワに泊まり、息子たちは各地へ、共戦に出向いた。イブラヒムはチャンパへ、イスハクはパサイへ行った。イブラヒムはチャンパで13年間を過ごし、医療や農業指導に携わった。イブラヒムは、チャンパ王の娘の一人と結婚し、子供を二人得た。 妻の名はデビキャンドローロンというインドネシア語化した形で伝わっている。十分な人数のチャンパの民がイスラーム教に入信したと思った時点でイブラヒムは家族を伴わず単身、ジャワへ戻った。14世紀後半、イブラヒムはセンバロセムバロ、ラーン、マニアの岸辺に上陸し、地元の住民と知り合いになった。イブラヒムは内陸でも商売を始めるようになり、 どんなカーストの人々とも分け隔てなく接した。当時の社会階層はヒンドゥー教の価値観に基づいて文化していた。そうするうちにイブラヒムは定位カーストの人々から支持されるようになり多くの入信者を得た。イブラヒムはチャンパとの交易も続ける一方、ジャワの民に医療や農業指導を施した。イブラヒムは交易を通して支配階層や貴族とも知り合いになった。 トロウラン・トラウロンへ行き、そこで、マジャパヒト王に会った後は、グレシック郊外の土地を不況のために自由に使って、良いと言われ、イブラヒムはそこにプサントレンを建てた。イブラヒムは、聖天クルアーンを、いつも枕元に置いていたので、賭け、バンタル・コケック・バントルのあだ名で呼ばれるようになった。イブラヒムには次のような伝説が伝わっている。ある時彼が旅をしていると、 若い女が雨乞いのために今にも人心ごくに強制られようとしているところに出くわした。イブラヒムは女にナイフを突き立てようとする者を押しとどめ、アッラーに雨を願った。彼の願いは叶えられ、雨が降ったため、その村の人は皆なイスラームに入信した。イブラヒムはヒジュラ歴822年第1ラビー月12日に亡くなり、ジャワ島東部のグレシック、 ガプラ村ガプラビレッジ、グレシク、イースとジャバに埋葬された。19世紀以前、イブラヒムは、ジャバにイスラームを伝えた旧聖人、ワリソン語の一人には数えられていなかった。19世紀前半に、イブラヒムの墓が再発見され、再遺書の伝道者の一員とみなされるようになった。ババッドディパネガラベバドジパネガラでは、イブラヒムはワリソン語の筆頭に挙げられている。 21世紀現在、イブラヒム病には破壊しこそないものの、巡礼者が絶えず、巡礼がみなで、クルアーンや予言者伝を読んだり、当地の名物であるスパイスを、たくさん入れた米の粥をシェアする光景が見られる。2005年の1年間で150万人の巡礼が、イブラヒム病を訪れた。病内に入るには入場料が必要である。ヒジュラ歴上のイブラヒムの命日には特にたくさんの、 人が訪れる。イブラヒムの墓の傍らには、墓碑があり、その人となりを称える文言がアラビア語で書かれている。墓碑名によると、イブラヒムの没年月日は、ヒジュラ歴822年第1ラビー月12日、月曜日である。この墓碑には、インドのカンバートさんの石材が使われており、ブライアン・ハリスニや、G.H. ブスケといった歴史学者は、 パサイ王国で建てられた他の母妃の考慮すると、インドネシアにイスラームを広めたのは、インドの人々が深く関わっていたという説を、唱えている。イブラヒムの二人の息子は、成人してからともに、ジャワイイスラームを不況にやってきた。兄のアリーラフマトゥラアリラマトゥラは彼自身もあり、孫後の一人に数えられる。スナンアンペルスナン、アンペルの別名の方がよく知られている。弟は、 アリー・ムルタザー・アリー・マーターだという。イブラヒムの布教事業は、ギリギリにおいては、ラデンパク・ラデンパクが引き継ぎ、スラバヤ近くのガンペルン・ガンプルでは、ラデン・ラフマ・ラデン・ラマットが引き継いだ。グレシックの行政当局は毎年、デブヤル・マウリド・ゲビューハー・モリドというイブラヒムの誕生日を祝う催しを開く。催しは、地方文化の発展も目的の一つである。ありがとうございます。